はいえー、それではあのーじ、次回になりましたので、研究会の権力移行期の世界ということで、えー、22日に第1回の投票が迫りました、あのー、フランス、えー、大統領選について、東京外国大学の渡辺博隆教授にお話をしていただきたいと思います。えー、っと皆さんご存知でしょうけど、あのー、渡辺先生はあの、まああのー 国際関係のフランス政治史と研究されて、えー、先ほどお話をお伺いしましたら、まあのまあ、30年来、ずっとあの大統領選についてはフランスに現地に行って、えー、実際に見てきているということで、第1回投票が終わりましたら、今度は第2回投票に向けて渡辺先生、フランスの方に行かれるということで、まあ、その辺についても、えー、お話を聞か,聞かせていただければと思います。 それからあの渡辺先生あの2008年から10年まではあのフランス大使館の文化広報担当の講師としてお務めになりまして昨年からあの外語大学にできました国際研究所の所長も担当されております、えー、あの司会の方はですねあの企画をしていますマインチムの坂東が担当させていただきますそれではあの渡辺先生 <laughs> よろしくお願いいたします。<laughs> ただいまご紹介に預かりました、東京外国語大学の渡辺でございます。えっと、時間は一時間ぐらいすか。らいは,らはい、あの、一時間ぐらいお付き合いいただきたいと思います。その後で、あの、質疑ということにさせていただきたいと思います。<laughs> さて、あの、今日の、題目でございますけれども、フランス大統領選挙でございます。えー、ご案内のように <laughs>。 この4月の22日に第1回投票が行われまして、5月の6日に第2回投票になります。第1回目で過半数を取った候補者がいた場合には、それで大統領が当選いたしますけれども、一般的にはこれまで1回で決まったことはございませんで、今回も、 二回投票になることは必至であると言われております。そういう前提のもとに今日はお話しさせていただきたいと思います。えっと今回の候補者実はあの公式には十名おりまして、でそのうちえ最も 有力な候補というのがこのオランド候補と現職のサルコジ大統領現職候補であります。この2人が昨日の世論調査ではちょっと切っておりますけれども、30%近くを取るというふうに予測が出ております。それからご存知の方も多いかと思いますけれども、極ルペン、まあ、2代目になりまして、 マリーヌ・ルペンという40ちょっとの女性でございます、創立者の娘さんですけれども、それから左派に、元社会党の有力政治家であります、メランションという人が、ちょっとここには書いてございませんけど、左翼戦線という政治党派を作りまして。あの このご自分の作った政党とそれから共産党を一緒にした政党を作っています <laughs> このルペンとメランションというのが15%前後取ると言われておりますそれからこれは2007年の前回の選挙でもかなり躍進しましたけれどもある種 キャッシングボートを握ったたようなな形になりましたけどバイルーという人の中道派ですね。えー、こういう流れになっております。このバイルーが約まあ10%を切って8%か9%ぐらいと言われておりますけれども、今の段階でそういう具合です。まあ、主だった候補、10人と言いましても、主だった候補は約この5人になりますで。この中での票がどう動くかということになります。えー、その他とというところで言えば、えーお 存外に当初の予想に外れて、存外に伸びなかったのが環境派です。環境派は場合によっては10%ぐらい取る勢力なんですけれども、今回は2%以下に低迷しております。で、この中で第1回目に誰が勝ち名乗りを上げるかということになりますけれども、えー 今の一番新しい情報では、どうもオランドが1位になりそうだということでございます。先週、ちょっとあるところでやっぱり大統領選挙についてお話したんですけれども、その段階では第1回目はサルコジさんの方が1位になるんじゃないかというふうな世論調査が多かったんですけれども、昨日の段階になりますと、ちょっとサルコジさんが支持率を減らし、オランドさんがちょっと伸びている。 日曜日に第一回投票、四月二十二日前の最後の大きな週間が日曜日にそれぞれありました。これはあのいろんな新聞でもご紹介されておりましたけれども、そこでの評価が少し出た反映しているんだと思います。まあオランドさんのこの優位がちょっと続いあの強くなったかなという状況であろうかと思います。それからルペンはあの当初当初あの二千二年に ご記憶かと思いますけれども、えー、社会党のジョスパン候補というのがおりましたけれども彼がちょっと失敗をしましてルペン候補が第2回決選投票に残ったことがあります今回も、あのー、女性党首で、あのー、お父さんのこわもてのマリー・ルペンからマリーヌ・ルペンという女性に代わって少しソフトムードに変わりましてそれから 極右の排外主義的な側面を少しかなりトーンダウンさせましてです、ね、むしろ、えー、労働者のため、貧しい者の,のための政党だという、そういうスローガンを掲げて、結構伸びてたんですね、ちょうど2011年の1月に新しい党首に就きました。で、えー、かなり伸びるかなと思ってお,られおりました。 ひっとしたら20%近くまでいけば第2回投票に残るんではないかという話もあったんですけれども、結局それほど伸びないまま15%、まあ、世論調査によっては16%ぐらいいってますけれども、まあ、その辺におります。<laughs> 意外だったのはこのメランションという人です。えー、特にこの年がこと今年になって、この年始めから急速に伸びてきます。で、まあ、これは一つはですね、言われているのは、あの、 元社会党でありますし主張もですね経済政策等になりますとあの詳しくは述べませんけれどもあの方向性としてはそんなに違わないんですねあの例えば数字とか目標の数値とかそういうのが少し違うような形になります一つ大きなのはこの人は第六共和制というふうなことを言ってましてあの従来の大統領共和制とは違って議会中心の政党政治こういったものに 戻したらいいんじゃないかという動きが一部にありますけれども、そういうのをこう支持している人でございます。まあ、いずれにしても、この人が伸びた理由は何かと、不思議な、まか、あ、不思議な現象でに思われますけれども、実は、もともとの社会党の、本当は潜在的なオランドの支持票であるというふうにも言われております。えー、オランドの潜在的支持票が伸びた、つまりその分、オランドが一時期伸び悩んだ、つまり左派での票の 支持票の食い合いということに一時的になったんだろうと言われております。それから、バイルーですけれども、今回も当初、どのくらい伸びるかというふうにいろいろ騒がれたんですけれども、案外伸びなくて、昨年の秋から暮れぐらいにかけて少しずつ伸びてきて、まあ、ただ10%に至るまでは至っていないというふうな感じでございます。まあ、前回2007年のときのようなキャスティングモードを握るような存在には今回はなっていません。 <laughs> まあ、大体そんなところでございます、主だった候補それで少し今回の選挙に至る、ここはちょっと主観を交えてでございます、私の見方を交えてでございますけれども、流れについて少し述べさせていただきたいと思います。まあ、これはそれぞれの政策につながる動きになると思いますけれども、2007年にサルコジ大統領のが誕生いたします。まあ、私この時年の時時年はあの えーえー、民衆運動連合と訳したりしておりますあるいは大衆運動連合と訳したりしているところもありますけれどもそれと社会党の例のセゴレヌ・ロワイヤルさんですね女性の代表になりましたまあ最後の集会っていうのは私ずっと大体何らかの形で見に行くんですけれどもこの2007年もサルコジさんのところと、まあ、サルコジさんの時はもうすごい熱気でちょうど壇上の 脇で私こう彼の顔を見ておりましたけれどもええー、セゴン・ロワイヤルさんはあの広サッカー場で大会をやりまして、えー、彼女のテーマソングってあるんですねあの大統領のかなりこうおしゃれなこうリズミカルなテーマソングっていうのがあってで、まあ、その花道のようなところを彼女がしゃなりと歩いてきましてねとっても華やかな雰囲気で。あの最後のの週間前の 第2回投票前です、ね、失礼1回投票と2回投票の間2週間ありますけれどもその間の日曜日に党大会があってそこに来ましたでその時にあのなかなかいい雰囲気だった猿越さんは結構アグレッシブな形で彼の頭に68年世代っていうのがある,あると思うんですねでどうも彼はその時に中学生で ちょっと脱線して申し訳ありませんけども、中学生であの反ドゴールではなくて新ドゴールのデモに参加しているんですね。中学生ぐらいだからそれほど政治的な革新があったとは思いませんけども、おじいさんの影響があってあの新ドゴール派です。で今の社会党のオランドも含むですね。まあ特にもう少し上のジョスパンとかあの辺は68年世代ですから、オランドもあの。 年あ失礼80年一年にミッテランが大統領になる時ぐらいから合流する、まあ、ちょっと下になりますけれども、ねまああのサルコジさんとしてはその68年世代という世代に対する反発があってそれをもろに言っちゃったことがあるんですね本音だと思いますけど私なかなか言わないなと思ってたらとうとう最後の大会でちょっと言っちゃいましたねでちょっと支持率を下げました。 でオランドさんとあのサルコジさんとそれからロワイヤルさんがすごくちょっと白昼してきましてですね何回かあの2つの選挙の間にですね2回投票との間にあの対決のディベートをやりますでその最後のディベートっていうのが投票の3日ぐらい前の木曜日でしたけれどもその時に、まあね、かなりオランあのロワイヤルさんが追いついてきました。 もう少し頑張れば並ぶかなっていうところまで行ってたんですねでその時に68年世代っていうのは裏目に出たとふんだサルさんはですねちょっと構える立場をしましたそれからロワヤルさんは女性なのでちょっとえ女性の良さは大変また人気だったんですけど一方でその最後の爪の推しの良さ弱さっていうのがもうかなり意識して彼女は かなり強硬にテレビのディベートで出たんですねちょっとそれは逆に今度彼女にとって裏目に出ましたで木曜日のディベートがあってそして、えー、翌日翌翌日翌日ですか翌日の,あのこれはまあ世論調査っていうのテレビのアンケートで視聴,率視聴者のアンケートで見ると彼女逆に減らしちゃったんですねでここで2回目の投票はややもう命運が尽きたかなと。 最後並べるかどうかなというところでちょっと票を下げた支持率を下げたまあそれで当日の選挙になりましたけども案の定その時の世論調査のように少しの差で負けます何が申し上げたかったかっていいますと1回目と2回目の間でどこまで詰められるかそれからそのまでに1回目の選挙でどこまで詰めているかそして最後の詰めがどこまでどこで行われるかという作業が これから残ってくると思いますそれが22日以降になると思いますけども、サルコジさんの今、不利ですから、勝利があるとしたら、その22日の時にどこまで詰めているか、それからまた、22日の段階では個人の得票になりますから、その自分の陣営への支持票をどこまで炊き込めるかと、まとめることができるかということになりますね。それはまあギ,リギリあの第1回目と第2回目の投票の間の大会。 その後の後おそらく今年もあると思いますけれども、ディベート、その辺にかかってくるかと思います。さて、そういった中で2007年、サルコジ政権誕生しますけれども、あのよく働きよく、もっと働いて、もっと稼ぎましょう、まあ、簡単に言えば、えー、市場競争原理、あのまあ、言葉はよくありませんけれども、えー、今日の某新聞にもあの紹介されておりましたけれども、公務員がとても多いと。 20%ぐらい公務員がいると、でまあ、そういった状況の中で、財政支出が膨らんでいくのも当然だと、そういうふうな中で、えー、自力本願といいますかね、えー、競争社会原理を取り入れた、まあ、言うなれば、フランス人のメンタリティー、100日で変えるというふうに、豪語して、えー、大統領に就きます。まあ、100日で変えるというのは不可能であるにしても、その意気込みを、それまでの大統領選挙の後ですとね、 一応5月に大統領選挙があって、1回、最初に主犯指名をします。ただし、有利な方が解散をしたり、今、5年制になってますから、5年任期になってますから、大統領も議会も同時に選挙をやります。ただ、同時っていうわけにいかないんで、5月に大統領選挙をやった後6月に総選挙をやります。したがって、常識的には5月で勝った与党が、その次の議会選挙、下院議員でも勝つということになります。 ま大統領に指名権がありますから大統領になった人は与党であれ野党であれ誰を首相に指名してもいいんですけれども常識的には自分の与党の有力な人間を指名するということになりますしたがって大統領になってすぐ主犯指名します長くても3、4日のうちにやります極端な場合は翌日にやることもありますただしその後総選挙が6月にありますのでその後でもう1回訴覚をします だから6月にもう第二次政権になることが多い。ただしこれは大統領の与党が総選挙で勝てばということになります。今まで与党が総選挙で6月の総選挙で負けたことはありませんけれども、ひょっとしたらということがちょっとあります。社会党が勝てばまずこの間も私3月末フランスに行ってまあ有名なこういう選挙になるともうテレビに出ずっぱりっていう人がまあ。 もう20年来の友人なんですけれども、パリ政治学院の看板学者ですけれども、<laughs> 話していたら、まあ、パスカル・ペリノっという人ですかね、6月にちょっと来てもらおうと思っておりますけれども、えー、話していたのは、社会党が、オランドが大統領になれば大丈夫だろうと、ただし保守派が大統領になった場合に案外、その後の総選挙で、下院議員選挙で、えー そあの多数派にならないかもしれないというふうなことをちょっと言っておりました、まあちょっと混乱はしますけれども、そうなりますと、面白い政治ということになろうかと思います。あの今日は大使館から、フランス大使館からあの広報責任者の方もいらしてますけれども、あまりフランスのことを悪く言うつもりはありませんけれども、<laughs> あのそれで、まあ、そういうふうにして、競争原理に基づいたあ まあ極端に言えば強いものの論理まあ勝った人間が社会をリードしていくんだという議論にもなろうかと思いますそれを見せるかのごとくですね下院議員選挙が終わったら普通は組閣をした後フランスはだたいね従来の7月に近づいてきますのでそろそろバカンスになりましてだいたい政局が動き始めるのは9月になってからだったんですね大統領ができてもでも。 猿越さんはすぐ議会を続けてやりましてそして夏休みもやるんだと8月もこの2007年の時には議会を開いておりましたまあそれは国民に対してそれだけの意欲を示していた私はまああのイデオロギー,ー的にどうのということはともかくとしま,し,ましても、まあ、こういう意欲を示すことはね若い大統領ですしいいことだなと思っておりましたけれども彼にとってはやっぱり運が悪かったリーマンショックですねまあ1年 ぐらい経ったところで2008年の9月にリーマンショックがありました。<laughs> 私ちょうど先ほどごご紹介いただきましたようにフランス大使館におりましたもんですから現地であのフランス政治は経済はどうなるんだろうというふうなことをウォッチしておりました最初はヨーロッパにはあんまり影響ないんじゃないかそれからまあ 今だから言っても大丈夫だと思いますけど、日銀の分析、日本は大丈夫だったんです、<laughs> 現地であのそういう勉強会、私たちも現地でやりましたけれども、えー、実際にはあの、だんだんとこの9月ですけれども、11月ぐらいですかね、かなり危機的な状況になってきて、えー、競争原理の政策を進めなければいけないサルコジ大統領が財政等融資、大幅な財政融資を始めて。 消費拡大のために、例えば車を買えば1000ユーロ補助金を出すとか、いくつかの大きな車、自動車産業をはじめ、肝入れをする、肩入れをすると、財政融資をするというふうなことが出てくるわけです。これは後々、サルコージの支持者にとって、本来の政策に戻ってほしいという不満が次第に聞こえるようになってきます。社会とと同じじことをやっているじゃないか いうふうになるわけですね。まあそういうことがございます。人気低迷という状況になります。どん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 減っていきます。ちょっと先走りますけれども、どんどん人気が低迷していきまして、2011年にかけて20%を切るという支持率になります。まあ私どもはこれに慣れてますね。<laughs> 別に驚かない。 他方でで社会党でございます、えー、あの2007年の候補者であったロワイヤルさんもねあの、まあ、あの女性候補で初の女性大統領かということであったわけですけども彼女はあの党の運営にあんまり関与しなかった人なんですね。まあ、大衆人気によって 大統領候補になった人、まあ、単純化して言えばですね、実は1997年にあの、まあ、大統領はシラク大統領ですけれども、社会党のジョスパン政権というのが誕生します。で、えー、その直後にですね、社会党の第一書記、社会党のフランス社会党の場合は党首とか代表って言いません、第一書記と言いますけれども、この人が代表,代表をし のという意味ですけれども、オランドさんはそのと千に、えー、1998年に第一書記に就任します。したがって、当人政治家として、あの2008年に辞めるまで、10年近く、フランス大会党をあの党首としてあの、指導してきた、リードしてきた人です。それに反して、えー、その事実婚の妻、えー、結婚はしておりませんけれども、 子どもを4人育てていますそのロワイヤルさんとオランドさんですねで実はもう仲が悪いっていうのはずっと言われていましたけれども彼女が大統領になるまでということで夫婦円満を演じておりましたけれどもロワイヤルさんがダメになっちゃいまして失敗しましてすぐ離別と離婚ではなくて離別ということになります。 すぐにお互いに新しいパートナーを見つけてこれも話題になっておりましたけれどもまあいずれにしてもロワイヤルさんは大統領候補になって次は私行くよみたいなことを言ってたんですけれどもねやっぱり党内政治にうまくいかないこの2008年のランス大会って大荒れに荒れますこのロワイヤルさん包囲網ができますみんなロワイヤルさんを排除するそれからオランドはもう 第一党第一書記長を降りて党首を降りて次の党首を選ばなくちゃいけないフランスは社会党っていうのは大物政治家が隣立してまあ言うなれば派閥を作ります日本の場合は自民党ですけれどフランスの場合は社会党が派閥大派閥でまとまらないって方は大変多いですねさんざん合唱連行を繰り返されてとりあえずオランロワイヤルさんは弾き出されますそれから 次はその後誰ににななるんだという議論になりますここであの萌えにもめたあの党の中身をまとめたのはやっぱり「影の力である」もう一旦「やめよう第一書記」を退いたオランドさんが動いたと言われております。で最終的には前々々欧州委員会の委員長だったドロールさんの娘さんのオブリーという女性が第一書記になります。 でこうして一応、オブリーさんを中心にやっていこうということになるんですけれども、もののによりますと、彼女はなかなか強引なところがあるらしくてですね、それからあんまり人に対する配慮もちょっとないようなところがありまして、なかなか党内でも人望がないと、で、オブリーさんの任期、そして社会党の任期も今一つのままうきます、まあ、もっとも一方で、サルコジさんの任期がどんどん下がっておりますから、そうした中で、2009年に、 欧州議会選挙があります。えー、ここで UMP、UNP、大統領とは勝利します。この時にね、あのえー、勝利した直後に、このサルコジさんは、自分の与党の閣僚と、えー、国会議員を集めまして、演説をします。皆さんも、いやがおうでも私にあと7年半付き合ってください。 と彼は言います嫌顔でも付き合ってください。7年半付き合ってください計算してみると2007年から数えると自分は2012年に再選すると2017年までやりますからあと7年半だというふうに言ったんですね。あのちょっと釈迦に説法のような話になって恐縮でございますけれどもあの政治学とも離れますけれども私この時ね猿越さん厳しいなと思ったんですよ。あの、まあの 理した由でではないんですけれどもあのやっぱり彼の最大の特徴っていうのはあの人望とかそういうことよりも合理主義でそして合理主義者ですから成果を出すやり方についていろいろあっても成果を出すで、えー、早いそれからまあネゴシエーションとかそういうとこが巧みであるでもう一つはそれができるというのは、うん、一歩一人先取りをした 発想あるるいいは行動ができとうただそれが大統領の伝統的な大統領のイメージに合うかどうかという議論は一方でありますけれどもただいずれにしてもそれが大変評価できる彼の長所でありますけれどもそれは最大の決定にもなりうると私は思いました、えー、特にこの勝利宣言をしたのが早すぎたのとそういったことを言ったのが早すぎたのとそれからすぐに今度は 極にままで手をを伸ばしして自分のの陣営の輪を広げようとしますつまり、サルコジさんは大統領になった後閣僚に元社会党の人たちも取り込む、クシュネールという社会党の人気者の政治家があります、国境なき医師団の創立者の一人ですけれども、彼を外務大臣に取り入れたりしてですね。 まあオープン政策開開かれた内閣といいううふうに言いますその時は左に開いたんで,すで2009年欧州議会選挙の後には今度はねとにかく今回の選挙でもそうですけれども局右の方にどの15%持っているわけですからこれをいかに第2回投票で引き付けていくかまとめていくかっていうのはずっとあの保守の課題なわけですね。それで局右には意味よってですねそこであの取り込み作戦をやろうとした。 これははちょっととと早すすぎぎたのとやりすぎかなと私は思いました、まあ先ほどちょっと名前が出ましたペルノっていう人とああの時々会うもんですからねそんな話をして彼もそれはあり得るなとかって二人で言ってたんですけどねあの案の定あの人気は伸びないもう一つありますこれはどこの政治でもそうですけれどもやはりみんな論考交渉欲しいわけですからひ開かれた政府はいいですけれども 支えた人たた人ちはままりません大臣の席を待っている人たちポストを待っている人たちにとっては冷や飯ぐらいということになります2010年の4月の地域県議あ県の字間違えてますね失礼あの地域地域内しは州でもいいですけども県はこれあのリージョンですからあのあのプロバースの方ではないですねあの州でもいいです州議会選挙でもいいです、えー これで敗北しますこの選挙も私ちょっと書いたりして見てたんですけれどもこれはね最初から負けると言われてましたねあの大統領派はでメトロポールでフランスの本国22地域,地域があります州がありますそこで全部負けるんではないかと言われてました全部社会党になるんじゃないかと言われていました、まあ、そのくらい旗色の悪い選挙です 中間選挙ですからそういういことってよくあるんですねそれから地域の選挙っていうのは必ずしも州会州議あの会員選挙とかあの国会議員選挙とか大統領選挙と趣旨が違うんで有権者のモチベーションが違いますので同じように比較できませんしかし最終的にはね一県アルザス地方であの保守が勝ちましただから全部負けるんじゃないかなって言われてたんで まあそんなに規定方針が変わるわけでもないなと私は思っておりましたけれどもこの直後からサルコジさんに対する批判とスキャンダルが出てきますやっぱり保守がねサルコジさんっていうのは非常にこう当人政治家でとにかく彼が大統領候補になっていったのも彼が党の幹事長をやって党員を倍に増やしたんですね自分の党,党幹事長に倍増やしたわけですから予備選挙やれば半分自分に票がいくわけですからね それれほどどの実力者だったんですけれどもやはり基本的には党内の圧力やっぱりそういう開かれた政府というのはもろ刃の剣でありまして外に対していいけれどもうちに対して帰ってくる自分の身を滅ぼすことにもなると。 早く改造内閣とかなんとかっていうことになるんですけど、2011年に特にな,になりまして、オープン政策をやめます、で、最後に2000、内閣改造を2010年にやりますけど、秋にやりますけども、この時にはもう選挙内閣、自分の身内の人間を、大物を周辺に集めた内閣を作っていこうとしますま。いずれにしても、サルコジ政権、あまり安定はしていない。 ただ、ね、これ世論調査では低いんですけれども他にね候補者が出ないんですねなかなかいろんな名前がいくつかは出ましたけれども最後に大争いをするようなあの対立候補が与党内出てこないこれはすごいな当時の政治家だなと思いましただから私当時何か言ったりするとき話したりするときにあの 支持率は低くなっているんだけども、不気味な安定感、静かな安定感というふうによく言ってたんですけれども、みんなやっぱり心理的にはそう思ってたと思います。いざ彼が本気でキャンペーンをし始めたら自力があるんじゃないかなと思っていたと思います。さてそれで他方、社会党であります。<laughs> 相変わらず揉めております。でオブリがまあ普通に行けば党首ですから出てくるだろう。しかしあの前の首相だった。 大物政治家なんかでもまだ野心を示している,があるそれからオランドはですね実はいつ彼が大統領候補になるかなるように決めたかっていうのはこれはあのフランス人の方はよくご存知かもしれませんけれども2009年のこれはあの私の読んだりした本ですけど2009年の秋以降。 って言って間違いないだろうと思います。2009年の終わり頃ぐらいから確実にそういう方向に動いてきます。まあ、私の読んだ本によりますと、2009年の9月にあのお母さんが亡くなります、えー。この人のお父さんはね、医者だったんです。あまあ、後で言いますか？らそれはいいですね。あの。それでお母さんが亡くなって、どうも。お母さんが大変優秀な子だった。期待してたんでしょうね。 あの本気かどうか分かりませんけれども、大統領になる夢見てるみたいなことを言ってたことがあると、でそれで <laughs> あの期待してたんで、それに応えようというふうに言ったと、まあ、表情はそうですけれども、ね、まあ、もう一つえぐって考えますと、当初をやめて、ちょっとやっぱり、不遇をかこってた時期が一時的にあります、でまあそうした中で、もう一度やり直してみようというふうに思うわけであります。まあ、あの 2007年の時に自分の事実婚の妻が首相にあの大統領候補になりますけど、この時も実は彼が第一書記ですからね、本来候補者になっていい人ですけれども、出ようという野心はあったようです。見せたんだけども、あまりにも当該の支持率が高いんで、自分の事実婚の妻に譲って、自分は縁の下の力持ちになったんで、決してもともと大統領を目指していた、目指していなかったわけではなくて、目指していた。 2009年頃から本気で取り組み始めた、本気で取り組み始めた、一番最初にやったことは何か、えー、フォンダンショコラを食べるのはやめたこと、チョコレートケーキを食べるのはやめたと、あの彼はですねあの、ボンノンっていいますか、なんていうんでしょう、気のいい、人のいいおじさんっていうか、ね、そういうイメージがとにかく彼の売り,だ売り,なん売りでもあるんですね。 ちょっと小でで私ちょうどど同い年なんですけれども <laughs> あのちょっとクリクリっとした粉砕でそしてとても誠実そうに見えるんですけどねその分一般庶民的でまあちょっと怒った冷静な人なんですけどこう声を張り上げたりする時もですね威厳を持ってっていうよりも本当に一般庶民がこうちょっと感情的になったような感じになるあのまあその分だけこう大統領候補としての 維新といいますかね。まあ、そういう落ち着きにかけるいい人なんだけど、というところがずっとあったわけです。もう少しシャープにしようと。まあ、これはあの学者をやっている私の課題でもあるんです。けれどもね。あのシャープにしようとにかく痩せようということで、今写真見ると皆さんね。頬骨がちょっとこう影ができてますから、足ふっくらしてたんですね。えメガネを変えます。それから行きつけのあの。 あの仕立て屋さんに行きまして、服のスタイルも変えます、早く歩くようにしました、体重が10キロ近く、9キロでしたっけ、10キロ近く落ち,落ちます、さあ、臨戦態勢に備えてくるということですね、まあ、あのただし、皆さんご案内のように、社会党でずっと人気があったのは、シュトラスカー、デースカーですね、IMF セムブリージでございます。 えー、この話しだすと皆さんの解釈もありますし私の解釈もありますけれども、えー、ずっと第2回投票にもつれ込んだ場合社会党で勝てるのはシュトラス・カーンさんだとずっと11年の途中まで言われていました11年の春ごろからになりますとサルコジさんの任期の低迷があんまりひどいんでそれで社会党誰が立ってもサルコジさんに勝てそうだ誰がって言ってもあれですけどオブリーでもまた人気3番手4番手だったらオランドでも勝てるかもしれない。 とというところままで来ましたそこでシュトラスカーさんとしてはちょっと焦ってくる。自分が戻らなくても、フランスに戻らなくても、社会党は勝つということであれば、まあ、世論調査の結果ですね、で6月に初めにあの、社会党の予備選の登録の締め切りがありますあの。ニューヨークでの婦女暴行事件、5月の初めですね、上旬ですね。 あのそろそろ戻るとしたら、そういう声明をするかな、どうかなというふうなところだったわけです。私も注目してました。そこでこの事件なんで、あれというふうに私も考えました。まあ、この話は、憶測がかなり出てくる話なので、これ以上申し上げませんけれども、ソフテルの社長が、あのサルコジさんに電話をしたとか、なんか新聞記事ですけど、いろいろ出ておりましたけれども、さあ、そういう意味では、サルコジさんに勝てる。 のはデースカーだけだと言われていたところが、彼が失脚しましたので、そこで立候補したのが、オランド候補です。まあ、それでも、彼がどこまで伸びるかなというのはありました。えー、オブリーさんが第一初期で、彼女が有力候補でありました。ちょっとオブリーさんのこと書いてませんけど、名前。 フランス大統領候補者、予備選挙、党内選挙の締め切り、立候補締め切りのぎりぎりに立候補しましたけれども、そこから世論の流れが変わるんじゃないかと思,って思われたんですが、案外、オブリーさんが伸びないまま、オランドさんがずっと人気を、オブリーさんよりは人気を持つという形で11月までいってしまいます。最後の挽回ならず、11月の選挙で、予備選挙でオランドさんが勝利をします。ロアイヤルさんも 立候補しておりました。で、ロワイヤルさんは結構自分いけると思ってたんですね。とか10%入らなかった。で、この問題にならなかったわけですけれども、そしたらやっぱりほろっと涙を流してまして、ね、<laughs> まああのそれでまた彼女ちょっと人気が盛り返したかもしれないですけれども、まあしばらくして気を取り直してオランド支持と声明を出しましてですね。まあ。 今、社会党陣営、左派で議論されているのはオランダ有利だからって、首相は誰かどうかという話が出ております、もうすでに出ております。さて、そういった中でサルコジさんが立候補するということではあったんですけれども、当初は3月か4月、現役の大統領は仕事をする、成果を少しでも上げる、特に財政金 まあ、あのユーロの問題ですね、それでメルコジと言われましたけれども、ドイツと協力して、えー、EU で成果をあの、ユーロの問題を解決して、ユーロ危機を解決することに尽力し、その功績でフランスの経済を立て直しに尽力してるんだと、していくんだと、その勢いで現職の強みを生かそうとしました。でも、世論調査では人気が伸びないんですね、2月15日、予定を前倒しにして立候補します。 さあここで人気のないサルコジ大統領、一方でオランド候補もそれほど人気があるわけではない、ここでみんなサルコジ大統領が、離婚宣言を正式にしたら逆転になるかと思ったんですけども、1週間経ってもオランドさんの方が有利な状況が続きます、これは伸びないということになりました。で、今回、サルコジさんは仕掛けが全部遅かったです、えー、最初に仕掛けてきたのはオランドさん。 もちろんこの前にいろいろ公約を発表したりしておりますまま。まとめたのが60の公約という本です。もう一つ、えー、ちょっと3月になって出た小さな本があります、えー。チャレンジという、これはちょっと文章で書いてあります。詳しく書いてあります。自分がなんで大統領に立候補したかとかっていうふうなことまで書いています。さっき言ったのは、彼の書いた本で言ったんじゃなくて、他の本で、私はオランダさんの紹介をしましたけども。 60の公約と出ております、まあ、今週あたりの新聞記事で、日本の新聞記事でもかなり焦点が絞られた議論が紹介されております。まあ、フランスの選挙はね、前の選挙もそうなんですけれども、選挙運動に入りまして、えー、そんなに争点が変わるわけではない。後でご紹介しますけれども、1980年代以来、大きな体制論議っていうのは尽きておりますので、えー、かなり、えー その最後に人気取りの政策、より具体的な、ある意味ではテーマとしては小さなものを取り上げたりします。えー、例えば、サルコチさんが前回大統領になったときの、もっと働いて、もっと稼ぎましょうと、このような議論はです、ね、最終的にはこういう議論に集約されました、覚えてらっしゃる方も多いかと思いますけれども、残業です。えー、規定労働以外の 残業に対して残業に対して残業した人、非雇用者の方はそれに対して免税される。それから雇った側はこの残業手当に対して社会保障を免除される。雇った方は雇った方で痛まない、実費だけ払えい働いたものは働いたもので実費だけもらって自分は税金を払わなくて済むと。細かい話ですけれども。まあそういうふうな形で。 技術的なモチベーションを高めるというような話が最後に象徴的な話として結集していきますそれもいろんな議論をしていく大統領ですから内外の政策全般にわたっていろんなことを詰めていくわけですねで週代わりのようにしてテーマがどんどん変わっていきますで今のところ落ち着いてきているのがどうもやはりこの財政均衡まあそれをめぐって雇用の問題 それから景気不要の問題とということになります、まあ、あの言い振りされた言葉ですけれども、えー、保守の方は、緊縮政策、これはまあユーロの問題と関わってきますけれども、緊、え、縮、ー、財政を強調します。両方同じようなことを言ってるんですよ。ちょっと数字が違ったりしてるけど、しかし、イメージとして緊縮財政を強化する。で、もう一つ、えー、オーランドの方としては、成長優先策と。 まあ、なかなかはっきり言いにくいところはあるんですけれども結果としてはそういうことになります。財政均衡をしていいこうというと面ででは同じです社会党の場合はただもともとの流れがありますので例えばオブリーさんなんかになりますと39時間法とかですね社会保障を強化とその辺ばっかりで、えー、オランドさんは経済学者でもありますから。えー 財政均衡ということを社会党の方ではかなり有法です。だから、中道派とみなされたりします。社会党の中はねで。財政均衡を強調します。2017年まで5年間、まあ、要するに、この辺がね、ちょっと皮肉一本の話になりますけれども、自分が大統領のうちに決着をつけるっていうんですよ、えー。日本の政治は、えー、<laughs> 自分がいなくなくったときに 増税されますよと <laughs> とりあえず今決めますよと <laughs> あのこれは政府だけじゃないえ私どもの世界も同じようなことがあります <laughs> えまあその辺があのちょっと有権者の意識と政治家の意識と違いもあるかなと思いますけれどもこれねあの15年までにあの17年までに財政均衡実現すると。 あとレジメ下に見てもらいますと、サルコジさんのところを見てもらえると分かると思いますけど、サルコジさんは16年までというんです、その後で、これを受けて、17年にはプラスになりますよっていうんです <laughs> まあ根拠の問題がいろいろありますけれども、それで一方で、返す刀として、その財源はどこだ、これは当然、ついてきます、社会保障の問題、これはまあもう先進国、みんな同じ議論ですけれども富裕税や大企業の要。 優遇政策による税の抜け穴の見直しによってあのまあ豊かな人からお金を取っていくということですね富裕税の引き上げとか100万円有料以上、今105円から6円ですから年収1億ちょっとの人ですね、最高75%というまあ本当にやるかどうかは別にしてこれは金持ちはもう嫌いでしょうけれども。 受けるでしょうねやっぱりね一般庶民としてはあのこれだけ見れば皆さん支持したくなると思いますけどそれから相続税これはあのサルコジさんはね相続税をなくそうというふうなことを2007年に言ったりしておりますそれからもう一つ、えー、まあまあ平たく言えば簡単に言えば一言で言えば金持ちから富裕層からお金を取るということですねそれで成長促進 政策を取っていいくということでありますこれはユーロとの、の EU との,加算あの関係で、ルクセンブルクに投資銀行というのがありますけども、盲ュ投資銀行、そこからの,あの貸し出し、これをもう少しさせていこうというふうなことまで言っております。最初の頃はあの特別な銀行を作ろうと、投資専門の銀行を作ろうとか言って,言っておりましたけれども、まあ、それから社会党の場合は大企業じゃなくて中小企業ということになります、ターゲットは。 法人税についての中小零細企業を優遇する、輸、え、出、ー、積極策を取る企業に対しては、政府融資と減税装置を実施する、まあ、そういった中小企業を活性化するための、そういったあの投資を中小企業にしやすくする、そういった銀行を作っていこうじゃないかということを言っておりますけれども、具体的には、 まあ問題視はされていますけど、具体的にはまあこれはもし大統領になったらどこまでやれるかという話になると思います。それから社会党の場合、出てくるのは雇用の問題ですね。若年雇用、この15万人雇用というのをやります。これは財源どこに求めるんだということは言われております。特にえ世代契約というふうなコントラドジェネラシオンというような言葉を使ったりして、中小企業へ若年層の雇用を増やすというふうなことを言っています。あとは貧困層 貧困層を雇用していいくととうことで、ありますで一方で、企業に対する補償、失業補償やなんかの負担を増大すると。まあ、職業教育についてはね、サルコジさんもむしろ積極的に言っているんで、そんなに濃淡はないんですけど、むしろサルコジさんの方が話題をまくようなことは言っております。後で申し上げます。教育をもう一つの柱にしております、社会党はで。特に組合を意識して 教員6万人の雇用増大、特に初等教育、それから9月から新学期が始まりますから、これはタイムリーですね、5月、6月の選挙ですから、夏休みを明けた頃一時期皆さんに出しますよっていう話になると思いますけど、増やしますよということになりますけども、新学期に備えて、えー、手当を増額させるというようなことになります。まあ、細かいといえば細かいんですけども、まあ、とりあえずの票集めの政策も中には入っております。 それから年金問題、これは世界中同じですけれども、これこそサルコジさんの、あるいはまた、フィヨン首相のですね、今の首相のフィヨンさん、彼が、シラク政権の時から担当していた問題ですね、給付期間の、あ、して、納付期間ですね、年金の納付期間を41年に延長する。そして えー、満額給付のが時期を65歳、えー、今まで以上に長くする、まあ、ただしフランスの場合、公務員の例外がいろいろありまして、50代で年金もらっている人なんかもいますから、一概に言えないんですけれども、まあ、私どもの国と同じような話、同じようなベースのことが行われあのず、ずっと話し合われて、昨年の11月に法律として実施されることになりました。 まさにオランドさんはこれに反対する発言の主張をしております。60歳になった時点で満額の支払いができるようになる。それから、昨年11月のサルコジ政権の年金を改革するんだということです。住宅問題、これも低所得者層への住宅、これを打ち出しております。これは保守の方も言っているんですけれども、より多くこれに対応しようということを言っております。 それから原発、今、フランスは原発国で57基が稼働しております <laughs>。依存率、今の70何から50%にまで引き下げるという主張が出ております、オランドさんからね、彼は完全に廃棄とは言いません。で、一番古いヘッセンハイムの原子炉は廃炉にすると、ただし今の段階では、この1基だけを廃炉にすると言っただけ。 最初、あの選挙戦に入ったときには、エコロジストを意識して、この50%でいいのかどうか、ずいぶん話題になりました。えー、少し下げるか、いろいろ出ておりましたけれども、やっぱりこういうところ、ちょっとオランダさん、もう一つの側面として、リアリストな側面があるんだと思います。で、えー、最終的には先ほど申し上げましたように、エコロジストの得票率、支持率が伸びませんので、あまり話題にならなくなってしまいました。それからユーロ経済 に及ぼす危機でユーロ危機に関する対応でありますご案内のようにサルコジさんはこの1月の新財政安定協定にメルケルさんとともに努力して緊縮財政厳しい措置制裁措置を課すようなこういった財政協定を結ぶことに締結することに尽力した人です、まあ、これしかないということですけれども オランダさんはこれに対して再検討する、自分が大統領になったらこれをもう一度問い直すというふうなことを言っております。ドイツでは、これがあるもんですから、メルケル首相が隣の国の選挙なんですけれども、オランダさんを支持しないと、サルコジを支持すると言って、テレビにまで出ました。またドイツでではこのフランスで オランドさんになるのかどうなのかということで、国内問題にも随分なっております。これまた後でちょっとお話ししたいことがありますけれども、ヨーロッパの他の国々でも、ちょっと波紋を広げる可能性があります。かなり波紋を広げる可能性があります。少なくとも短期的にはそういう可能性はあろうかと思います。それから移民治安の問題です。これは本来、社会党っていうのは、移民治安っていうのはあんまり出せないんですね。 弱者をさっき強者と弱者の対立という言葉を使えば弱者をいじめるというイメージになるものですから移民じゃない人たちもこういう政策を強硬に取りますと社会党のから離れていきます左派から離れていきますのでなかなか言いにくいしたがって移民治安問題になりますとちょっと社会党弱いですねこれよく言われるように1989年 欧州議会選挙で極右がうっと伸びてきます。まあ、その前の84年の選挙から伸びてきますけれども、これはまさにミッテランの時代で、社会党の時代に極が伸びてきます。で、これと同じようなことが、こういった移民治安問題は、どうも社会党左派には苦手な問題で、責められやすい問題です。先般、しかしこれも一定、けりがついています。えー、先,先般3月の 下旬に、えー、トゥールーズ、下旬というか3月に入りましてね、事件そのものは上旬から中旬にかけてありましたけれども、トゥールーズで7人あの殺害されるというテロ事件が起きます。アルジャリア系の2世の人間の若い青年の、えー、アルカイダも声明を出したりしたんで、一時期組織的な犯行かと疑われたんですけれども、現在の中では単独犯と。 言われ,ておりますけれどもその時に殺された人が殺害された人がアラブ系の、えー、イスラム系ですねイス,イスラム系の兵士だったりそれからユダヤ系のユダヤ教の家族だったりしたものですからスワーハイガイシーかあるいはアルカイダ,カイダの手先かということだったんですけれどもどうも単独犯だということになってそれで実はこれで サルコジも局部も攻めました治安の問題だと返す刀で、オランドの方はいろいろ右派は保守派は治安対策と言っているけれどもサルコジ政権の5年間で成果が出なかったからこういうことになったんじゃないかとネガティブキャンペーンを張りましたで、極右もサルコジさんもここを攻めようと思ったんですけれども攻めきれませんでしたね4月の初め頃の世論調査で 今度の大統領選挙で主な争点は何かというアンケートを取ったところ、40%近くが雇用の問題、雇用経済問題です、景気問題、でこの治安の問題を挙げた人は10%だった、10%足らずだった、つまりここで数字が出ちゃった、攻めきれなかったですね、やっぱり攻めきれなかった、サルコジさんのことでした。 さて、今言ったオランダの紹介をしましたので、サルコジさんの方は、それに習うような形で、えー、さっといきたいと思います、えー。なかなか公約を出しません。ただ、オランダさんの方が仕掛けてきておりますので、それに応えるような形でいろいろ言っておりますので、えー、大体もうすでに3月ぐらいまでに方針は行ってしまっております。えー、まとめた形で、フランス人への手紙っていうのを書きます。これ、ミッテランへの手紙です。 サルコジさんだいぶ焦ってるっていうのはよく分かるんですね。毎日私のところにもサルコジさんの名前でメールが来ますから、えー、ちょっと私無料会員で両方とも登録してるもんですからねいろんなことはどこか来ます。あの保守からはサルコジさんあの今回の選挙のスポークスマンやってる人は女性であの例の,あの例のポーランド独立の時の有名なコシューシコさんの末裔だと言われてますけどもナタリー・コシューシコっていう女性が。 30代の女性がスポークスマンやってます。彼女は選挙,の選挙担当のスポークスマンですか彼女が最初に起きていた。党大会だと、コペっていうのが今、党の幹事長ですか、そこから起きていた。とうとう、サルコジさんのところに、もうとうとう直筆のサインが入ってく <laughs> るようになりましたけどあの在留、在日の日本にいらっしゃるフランス人の方に聞いても、俺のところも来るよとみんな言ってましたけど <laughs>、すごい勢いでメールを出しているようですけれども。あの <laughs> フランス人への手紙っていうのを出します。これは不思議なような気がしますけれども、実はミッテランがかつて、フランス人への手紙っていうのを書いて、公約を出したことがあります。80年代です。財政均衡です。えー、先ほど申し上げましたように、2016年に財政均衡を達成する。2017年にはプラスにすると、サルコジさんは言いました。 それから財政立て直し、ここちょっとッコしていろいろ書いておきましたけれども、実は数字がちょっと私の見た限りあり、いくつかあるものですからね、いった時点と、それから入れ方によって、含み方によって、項目の入れ方、取り方によって、数字が変わってきているんだと思いますけれども、財政立て直し、必要なのは、全体として1150億ユーロ、あるいは1240億ユーロ程度の、 まあ、契約なないいし収入ととうことになります、えー、4分の3という数字もありますし、昨日のル・モンドがまとめた、今日のル・モンドがまとめた数字だと3分の2になってますけど、どっちみちその3分の2、ないし4分の3は、支出削減によって、えーまあ、支出削減によって、金庫のバランスをに近づけるということですね。それから 主に国庫支出を減らすこと,と、年金改革、自分が実行した年金改革によって支出を減らす。残りの3分の1ないし、あこれ間違いですね、上に書いてある残りの4分の3って書いてある、残りの4分の1は税収によるですね。下の方の括弧の方は、3分の1は税収による。ちょっとこれ、多分項目によって3分の1と取ったり、4分の1と取ったりするんだと思いますけれども、ちょっと私、2つ数字を見みましたので、並べておきました。 出ている内容は似たようなものです。地方自治体の財政支出削減、社会保護の削減、大企業への課税ということであります。国際依存度、目標を出しております。国内総生産比51.9%にするとああの、国際依存率2011年の85.8%から、大統領の人気がなった場合に大統領の人気が終わる2017年には80.2%。 公共支出、国内総生産費、2011年、2011年 55.、55.9%から、2017年には51.9%にするというふうな数字を上げております。雇用については、えー、特にこういうふうに、えー、競争原理、えー、自助努力的な発想ですから、失業手当を無意にもらってはいけないだろうと。 ここれは、まあ、そういういとってよくあるんですね私の同い年の友人案外のんびりした人生を送っている人間でございまして、えーまあ、なかなか見かけも悪くないもんですからパートナーには困らないということもあったようですけれどもあの自分で仕事をやりながら時々休んでるんですね。である時にもう20年ぐらい前ですけども <laughs> フランスで会いいましたらいやお前を私は最近うちを買ったぞと「いやお前今失業中じゃないの?」うん、失業したけど買った」なあ「どうやって払ってんのいや家内が全部やってくれてるから大丈夫だ」と言ってました。えー、いるんですね友人だから悪く言いたくありませんけれどもまたしばらくしたら猛烈に働き始めて、えー、働く時は真面目なやつですから働くんですけれどね時々休んじゃう。 失業手当はご褒美ではないと、職業次の職業に、ポストに就くまでの職業教育を受ける時期なんだと、報酬とみなすべきで、その分働きなさい、教育を受けるなり、職業教育を受けるなりしなさいと、で次に雇用口が見つかったら、まあ、雇用センターから紹介されたら、まず受けなさいと、自分勝手にこれは嫌だとか言って拒まないでくださいと。 いうふうふに言っていますフランスの失業率はご案内のように登録人数で測りますので、必ずしも本当にポストがないのかどうかは別問題になります。そういったことを国民投票にかけるとまで言いました。年金については、もともと自分がやってきたことですから、先ほど言いました41年間の給付期間、それから65歳で満額、こういうことを主張しております。教育についてはこれもあの 国家が全部保護するというよりも、サルコジさんの場合には、学校の自立を促すということを、これは大学についても言っておりますけれども、実際行っておりますけれども、初中等教育についてもそれをやりたいと、原発については擁護派でございます、それから EU の話は申しましたけれども、財政安定協定を容認して、そしてえ契約してえいくと。ただし EU の問題に関しては、やはり選挙の問題もありますので、の EU を支持するヨーロッパ支持派の大統領って、必ず苦戦するんですね、選挙には。で、そういうこともありますので、ちょっとトーンを下げまして、EU の拠出金をしばらく凍結するというふうな提案をしたり、もう一つは、えー、宣言ンゲン協定あの、移民を受け入れるんですね。 あの域内の自由化、移民の受け入れて域内自由化するとで、去年もだいぶ話題になりましたけど、リビアからイタリアを通して、どんどんチュニジアからとかいろいろ入ってくる、紛争があるで、これをそのままイタリアが受け入れたものそのまま彼らが域内の国境が自由だということで、フランスに入ってこられたらたまらないと、まあ、いうことで、この宣言協定の実行を一時停止するというふうなこと。 それから毎年、移民の受け入れ額を半額にし、特に毎年10万人に移民の受け入れを削減する、原則的に新規移民というのはないんですけれども、家族の移民が入ってきますね、イスラム教でありますと、奥さん4人いますから、4人奥さんが入ってきて、子どもが4人ずついると、4、16ということになっちゃいますけれども、まあ、こういうのもフランス国民からするとよく反発の出るところであります。 それからそういう意味で外国人の取り締まりを強化するというふうなことも打ち出しております、えー。あとちょっと時間を数分お借りしまして、この選挙のポイン,ポイントといいますか、両方のプロフィールから、それからちょっと案外見ようとされているようなことを申し上げたいと思います、えー。サルコジさんはよくご紹介されていますように、ユダヤ系、ギリシャ系、ユダヤ系、それからハンガリーの移民の息子であります。で裕福な パリの西郊外にヌイという町がありますけれども、そこで育ち、そしてそこの市長さんも務めた方ですあの。ここの市長をやるということは、大変なあのドル箱を手に入れるということになります。富裕地区ですから、かなりの富裕層が住んでます。そこで人脈を拡大するということは、人脈を拡大するということは、かなり財源を確保するということになります。 オランドさんはオランドというぐらいですから、もともとオランダの移民です。宗教戦争の時代に入ってきたところでございます。そういう意味では、もともと移民ですけれども、サルコシさんの祖母の時代なんかになりますと、もうフランス人に完全に定着しているわけですけれども、オランドさんのお父様はお医者さんです。ただし地方の名刺で政治にも あの一応、いろいろコミットしていた人ですけれども、極右寄りの政治思想の政治家を支持することになります。それで彼は中学生の時にもともとオルレアンの人ですけれども、そこを去ってパリにやってきます。で、今日構えたのはこの金持ち地区のサルコジと同じヌイです、だから狭い町なので、ひょっとしたらあのどっかで合ってるかもしれませんね、合ってるんだと思います。でそれぞれぞ、えー 祖母やおじいさんの影響を受けましたでオランドさんの場合は先ほど申し上げましたように、むしろ極よりの政治層の持ち主だったお父さんに反発しまして、母親は反対の考えだったんですね。えー、医療看護を専門にしていた女性だったようであります、えー。彼女は左派的な発想だった。オランドさんはそれにかなりの影響を受けたと言われております。 いうこともパリ政治学院に入ります。違う点ですけれども、サルコチさんは英語で楽でいたします。オランダさんはサルサパリ政治学院、それからちょっとここに書きませんでしたけれども、高等経済学院という、えー、アシューセンをも卒業して経済もやります。その後、フランスのエリート校の、まあ、日本に いろんな官僚になられている方も多く出られておりますけれども、エラという国立行政学院の出身であります。ミッテランの時に若いブレーンとして近づいていきます。ミッテランを大変尊敬している人です。今回も出しているスローガンなんか、ミッテランのこ葉や立場を踏襲したようなことがあります。この時に一緒に行ったのが、つれ合いとなります、セグロネ・ロワイヤルさんです2人は学生時代に仲良くなっております。 で経済専門家として入ります今はシアンスポーでもあ、今は教えてませんけど、一時期シアンスポーなんかでも、あパリ政治学院なんかでも、経済学を教えておりました、えー。そういうわけでありまして、ただ、あのー、オランダさんのイメージというのは、先ほども言いました、人の良きおじさん、そしてそれを2009年からイメージチェンジを図ります。えー 先ほど申し上げ、最初に申し上げましたように選挙の受けとしては、2回投票の間の動きがどうなるかなというところに注目していただきたいということ、それからイメージの点でサルコジさんが有利な点は、治安問題、指導力イメージ、決断力、移民とか治安とか秩序という権威というふうなところであります。で劣勢に立った大統領が、ね、言うことなくなると、出てくるのはこの共和的価値です。かつて 経済政策で政策世界が争ったミッテランがです、ね、シラクさんに追い込まれていったのが90年、80年代ですけれども、終わりですけれども、共和的価値ということを言いました、これ、同じようなことを今度、サルコジさんが言い出したんですけれども、今一つ浸透しませんでした、そして世論では、経済問題が深刻な問題であるという発想が多いものですから、この点は雇用の問題、生活水準。 購買力などで、オランドさんがリードするというのが支持票、世論調査に反映していると言っていいと思います。一つ怖いのは、えー、危険率です。危険率が30%を超えるという票もあります。2002年に極右が伸びたときには、危険率が28%でしたから、不動票に多くを頼る社会党にとっては、危険率が少なくなるようにと。したがって先週あたりははオランドさんは 郊外大都市の郊外を回ってきて、一生懸命投票を呼びかけて回ったということがあります。最後に、経済論争では、日本もそうですけれども、なかなか冷戦が終わっているということももちろんありますけれども、視力をつけにくい、単純に自由主義か、国家中心主義かというふうな図式ではいかない、もちろん重要なのは、 景気不揚、雇用の問題ではありますけれども、それをどういう形で立て直していくのか、程度と数字の問題争いになっております。ただ一つ言えるのは、さ、えー、はさりながら、そういった自由主義か、社会主義かという軸はもうなくなってきておりますけれども、しかし、繰り返しておりますけれども、弱いものの見方か、社会強いものの見方か。 そういうところがフランス社会主義を見るときにですね、一つの大きな指標になろうかと思います。やはり我々どうしてもアングロサクソンの軸で見てしまいますから、小さな政府、大きな政府という軸だけで見てしまいますけれども、案外そうではないということがあろうかと思います。そういう意味から最終的には10、10%のちょっとここのところ、オランダさんの方が優勢がまだ続いておりまして、 第二回投票で10%を超える差がつくんじゃないかという結果も出ております。以上のようなことでございますあとヨーロッパのことはおそらく質問等出ると思いますので、その中でまたもしあれでしたらあの付属に付け加えさせていただきたいと思います。ちょっと時間を超えましたけれども失礼いたしました。どうもありがとうございました。いろいろあのエピソードも交えてお話いただいて非常にあの。 えー、オランダさんなんかもなんかイメージが少し、えー、ちょっと焦点が出てきたかなという、あの私もあの素人ですけど、聞いていて思いました。えー、それではあの、質疑の方に移りたいと思いますあの、マイクの方を準備しますので、えーえー、質問があればあの、手を挙げていただいてあの、所属とお名前をおっしゃって質問をしていただきたいと思います。どどなたた口紅を切っていただけますででしょうかではどうはぞ 読売新聞論説委員の森とと申ししまます今日は大変参考なるお話ありがとうございましたあのオランドの対外政策についてお伺いしたいんですけれどもあのヨーロッパ統合については今のお話の中に出てきたんですけれどもおーヨーロッパ以外の、えー、いろいろな要素にどう対応するかアメリカとの関係中国との関係、まあ、中東政策 それについて大統領選挙では争点になっていないのかもしれませんけれどもそれを今から伺かがわせるものはあるでしょうかサルコジは例えば NATO の軍事機構に復帰したりとかですねあるいは初期には地中海連合ということで地中海政策を展開しようとしたり大変活発だったんですがオランドはードもし当選したらどうなるだろうかと。 いうのが第一点で第二点はその関連ですけれども、彼と日本とのゆかりですね、何かあるのか、日本にそもそも来たことがあるのか、そういったことから何かお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。よく聞かれる話で、一番答えにくい <laughs> 質問でございます。えー、一つあの ヨーロッパ以外まず外交全般ですけれどもあまり外交行ってないんですね得意でもな得意っていいますかあまりそういうことにコミットもしてなかったようでで、えーまあ、NATO についてもですねちょっと書いてあるものがあるんですけれどもあのどうも今一つはっきりしないですね、まあ、サルコジさんのような形では あのつまり、サルコジさん自身も揺れてるんですよね、あの最初、親米ということで行って、最初のバカンスはアメリカで取ったりして、家族で,で、NATO に復帰したところまではいいんですけれども、その後こうメル,コジさんメルケルさんの方に近づいていって、ヨーロッパの方に軸をシフトしてますから、それはもちろん、ちょっとその辺があがサルコジさんと対抗軸で見るのはどうかなというところが一つあります。で えー、NATO に関しても今一つちょっとはっきりしないんですけれども、抑止力、核抑止力については、オランドさんもやっぱりこれ、支持してます一応はっきり言ってます。で、まあ、そういう枠組みではあの、えー、NATO 政策についても大きく、あのまあ、すぐに大きな変化をするとは、対、まあ、米も含めてです,ですけどね、ただあの、サルコスさんに比べればもちろん、親米的な。 あの姿勢はちょっと弱いのではないかと思います。それから対日政策はどうでしょうか。<laughs> 今日大からお見えになってますけれども、と、あの日本はあのほとんど公式な形では来てませんよね。正式公式な形では少なくとも来てないと思います。 あのロワイヤルさんの時には1回来てましたけれども、それで、えー、彼の話の中に日本のことほとんど出てこないですね、でちょっとその辺は分からないです、ただ分からないからこれで反日だ、あの日本に対して冷たいということにはならないんで、あのあのその今が逆に言えばこう吹き込むチャンスかなと思います。それからもう一つ、えーと あのちょっとこれは私の記憶違いでなければですけれども、社会党の議員の中にあの親日主だった議員の中に親日的な人が入っていると思います。やつを探してみるとあると思います。でその人あたりが少し影響力を持てるのかなっていうのが一つあります。ちょっと名前を言っちゃうとこうあの語弊がありますので有力な人で一人二人。2人 親日的な人が周辺にいると私は思います。で、その人あたりがうまく日本のことを言ってくれればなと思います。えー、そういう期待を持って見ております、えー。それから中東に関してはですね、アフガニスタンの手からの手あの手を引くということは、これはサルコジさんも言ってますし、オランドさんもはっきり言ってますね。したがってこれはまあちょっとあの。 こ,こ,の,ところのテロ事件でねアメリカがどうするかっていうこともあるんでちょっとまた動いてきておりますけど基本的にはあのこれは低い姿勢だということは言っておりますそれから、えー、あとイランについてはこれはやっぱり変わらないと思いますねサルコジさんと同じような姿勢を取ると思いますちょっと外交についてはです、ね、はっきりしないところが多いので発言もあまりしてないように思いますので ちょっとあまり今のところ分かりませんね、アフリカもこの間行ってきたり、中国もちょっと以前行ってきてますけど、まだちょっと分かりませんけれども、あいさつ回りみたいなところではないかと、今の段階では思います、はい、それでは次の質問に移りたいと思います。いかかがでしょうかどうどぞ こんにちは西日本新聞の論説委員の永田と申します、えー、お話の中で出てきたです、ね、あの EU の財政協定についての姿勢をもうちょっと詳しくお伺いしたいんですけれども当選したら再検討と言ってるわけですが再検討というのはちょっと便利な言葉で、いはい。で実際にです、ね、当選したらどうしたいのかその辺は見えているのか。それに実、えー またこのような、ね、再検討といってノーということが現実的にありうるのか、そこをちょっと教えてください。これも問の今の段階では推測,ではあります推測の域をかなり出ないんですけれども、一つはあの再検討、全くおっしゃるように、大抵のことは再検討になりますね、あのメンションすればそれで再検討ということにもなります。でこれはあの 23週間前までの社会党の人たちの,あの、まあ、聞いた話ではあの例えば制裁措置とかねあのそういうものをねあの否定するということまで言う必要ないとた例えばそこ制裁措置が入るのは0.5%を超えた場合に自動的にということが入ってますよね。で例えばば自動的にっていう言葉を取れば 原則的にとかなんとか、これは今、私はつけたことですけど、例えば文言の問題ですね、文言の問題を動かすことによって、結果としてはフランスも従えばいいわけですから、そういうふうなことをちょっと言っておりました。で、だから、言ってはみたものの成り行きによって、そんなにドラスチックなことをするつもりはないというふうに私も受け止めておりました。ただ、ここまでちょっと優勢になるのと、それからもう皆さんもご案内かと思いますけれども、 ギリシャの選選挙挙が同日選挙ですね5月6日でまあギリシャは EU の全体の,あのベースから言えば2%と言われますけど占めている経済の比率はですねでもかなり象徴的な意味があると思います一つの国ですからそれからもう一つちょっとヨーロッパのことに引っかけます引っ張りますけれども例えばあのスペインやっぱりあれを適用されると厳しいですよね。 そそれからイタリアもそうですねでこういった国々としてはオランドさんに期待すする向きがありますつまり自分たちの声を反映してもらっていると実現するかどうかは分かりませんがこれ返す刀としてメルケルさんにしてみるとドイツの独創だとただで言われているただでさえ言われかけているところですから自分の独創というかまあちょっとそういう記事も読みましたけど孤立と言いますかね。 そういうふういいふなな雰囲気もも出てくるかもしれちょっと最後のところは憶測にすぎませんけれどもねもしそういう声が南ヨーロッパの国々が特に社会主義政権の国々やあの社会党の人たちが集まってちょっと声になっちゃいますとこれはフランススペインイタリアギリシャあたりがねなんかそういうふうになっちゃうとそれは。 ちょっと一つの動きにはなるんではなるいかと思いいますいずれにせよ、オランドさんになったときに、えー、選挙公約ですからね、あの一応何かしなきゃいけないということになると思いますので、えー、どういうことになるかはともかくとしても、短期的には少し止まっちゃうということになるだろうと思います。ただし、もう一方で動きとして、ドイツもそうですけれども、批准してない国は早く批准したいですよね。 あのドイツは9月でしたが、議会でやるとかっていろいろ出てます、それから、まあ、その辺のこのタイミングの追っかけっこみたいなことはちょっと出てくると思いますけどね、そんなふうに考えております、えー、それではあの次の質問に移ります。あどうぞ あの毎日新聞の論説員で大木と申し二つ、一つはその先ほどの,ああの EU の財政協定の関係なんですけれども、フランスの中で例えばあのオランドさんがなった場合に、いわゆるまあ前日、国債の価格が下がりましたけれども、その見直しということで、いわゆるあの国債のまあさらにかあの何とか売られるというか、価格が下がることを心配する声というのはないんでしょうかということが一つですで。もう一つはそのあの、まあ あの日本からですとのいわゆる原発の政策が非常に関心があるんですけれども、先ほどの話でやはりあの環境政党があまり伸びなかったという話だったんですけれども、いわゆるオランドさんが原発、いわゆる現原発を取り上げたことは、あまりいわゆる国民の中に訴えなかったのかどうか、あるいはなぜなのかというのをお聞かせ願えればと思います。いわゆる環境 が伸びなかったいわゆる原発がそれほど大きな争点にならなかったということの背景をお聞かせ願います <laughs> えっと、最初が国際ですね、すねはい、それはあの大きな懸念が出てます、新聞の一面でもかなり出ておりまして、まあ、あのミッテラン政権になりましたときに、もう今から30年前ですか。 その時にもうすぐ国内資本が逃避するっていうことになりましたよね。それであの大きな政府でやっていこうとしたんですけどもそれができなくなっちゃて国有化によってということだったんですけどその国有化による財,政財源がなくなっちゃってしまったということになってまあそれで実は社会党っていうのは実はフランス国民にとってそんなに心配してないと思いますけども一番額で言えば。 あの国有化したのはミッテランが国有化しまして民営化というとシラクが有名ですけれどもあの一番大型の民営化を進めていったと言われているのは97年のジョスパン政権の時なんですね。で社会と民営化やってるんですよ。でだからそういう意味で言えばあのミッテランの時ほどではないんじゃないかなと思います。でそこがあのオランンドののの中道ススタンスの 取り方があるんだと思いますオブリーだともっとインパクトが強くなると思います。でオランドは自分は経済学者でもあり財政均衡ということを正面に出しながら、まあ、そういう意味ではサルコジさんと同じ土俵に乗って勝負をすると、まあ、その辺のイメージっていうのがあるんであの時ほどではないんじゃないかと私は思っております。ただ当面のののやり方とあのオランドさんのまあその、うん もし大統領になった時の最初のさじ加減といいますかね、所信表明から始まりまして、その辺によって、やっぱりだいぶ左右されるんじゃないかと思います。だから、ちょっと様子を見た感じになると思いますけど、ただ、格下げうんぬんということになると、それはまあそういう様子は高いと思います。それかからっと環環境境ですね環境が伸びなっったののは一つはやっぱりあのフランスの えー、原発というのはあの例えばイタリアにかなり売っていたりご案内かと思いますけれどもあのフランスだけのものではないということをこれをサルコジ様に言うわけですねヨーロッパのエネルギーということを言うわけで,でもこの問題がもう1つとそれから、えー、原発の運動はあるんですけれどもやっぱり従来はやっぱり10%以内かそのぐらいなんですね。あの 多分これも世代交代交すすると思います、えー、ほん本当はね今度ディフロっていう女性がいるんですけど40代の,あの割と見た目がいいといいますかねでただし庶民派でジーパン履いて出てきてあの人も3人ぐらい子供をたくさん子どもを育てている人ですねでだから非常に庶民的なこの人が実はこの欧州選挙の時に伸びたりした時にその時に中止になってやったりして今回彼女は立たなかったんです。 立たなくてエヴァジョリという年配の女性がそれから一つ彼彼女は外国人なものですがフランス語がねフランス人にとってつまりまあ簡単に言えばあの環境派の代表のイメージがちょっと良くなかったですねで最初予想されたよりもどんどん下がっていきましたあのそこがありますまあだからエヴァ・ジョリーっていう方今の代表はもう 政治生命が尽きたかなというふうなことをもうすでに言われておりますけれども、えー、そういう問題があろうかと思いますでまああのちょっと言ってきたりもして申し訳ありませんけど原発についてのまああのコンセンサスっていうとなんですけれどももともと反原発の運動がフランスで起こるとよく紹介されるんですけれども原発支持派っていうのはかなり高いでしょフランスでは。それれであの日本のの福島のあれが 去年のちょうど今頃福島原発の問題があったときにさすがのフランス語揺れてそれでも50%支持率がですね50%ちょっと一時切ったこともありましたけれどもえ基本的にはマジョリティは支持してますからえなかなかここんとこは票を取るための作戦としてあの一定程度は取れると思うんですけどそれをこうシングルイシ周としてではなくてシングルイシ周政党としての環境派はいいんですけれども あのジュネラル政党としてはちょっと使いにくいところがありますねと思います。根本にそういうことがあると思いますけど。えー、それでは他に質問はいかがでしょうか。どうぞ。うぞあの現実のフランス政治よりあのフォローしているもんじゃないんですけれども、あのせ 先にね、ずいぶん前だけどここにあのエマニュエル・トッド氏が来まして<ー>お話をした時に <laughs> あの、まあ、冗談交じりにね「あの短命に1年刻みに去っていく日本のどの首相であれねフランスにやってきてサルコジに変わってほしいと」とそんなことを言ったんですがこれはあのどういうふうに理解すればいいんですかあのつまりそのフランスの知識人に <laughs> それれほど嫌われてるんですかとすればなぜなんでしょうか。あのこれ流れ流ますよなん <laughs> 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 と言っていいか分からないですけどあのトートさんというのはです、ね、あの今みたいに有名になる前にもう25年ぐらい前かなまだフランスで人工統計学者として少し出始めたとき。 僕よりちちょょっっとと上ぐらいなんですよね私はちょっと最初に私インタビューしたことがあるんですその時は今日はご質問にはありませんけど共同通信の方と言いましたけれどもあの最初にインタビューした人間の一人かと思います。とてもシャープな方で あの感心した覚えがありますそれから私、ちょっと、うろんな説明の仕方で申し訳ありませんけれども、あのイラク戦争について、ちょうどイラク戦争が起こったとき、私、ワシントンにずっといたもんですから、それについての本を書いてあります、まあ米、米欧関係、米仏関係の問題ですが、その時にトッドさんも同じようなこと、あ,のあれについての,あの、イラク戦争のときの本を書いています。 それから悪く言えば、少し単純化しすぎるということが私も思いました。ただし、その彼の本の発言というのはとても私も賛同することが多かったので使いました、使わせていただいています。単純に言えばアメリカにどうして、あのアメリカどうして資本が集まってくるのか、資本が集まってくる、なぜか、アメリカは世界一の軍隊を持つことによって安全保障を担保している。 だから世界中が安全なところに投資するんだと。感銘な理論ですよねそういうことを言います。で、これは非常に象徴的な議論ですけれども、ここにいらっしゃる皆さんの何パーセントがその議論を信じるでしょうか、分かりやすい議論ですけれども、で私はそれはまあ、そういう見方もある、それだけの評価がアメリカに対してあると、でまあ、そういうふうなことで使いました。 あのとてもいい議論だと思います、ブレインストーミングとってもいい、ただ、今言った議論、そのままなかなか皆さんが新聞やなんかで書くときにですね、使った場合にどうなるか <laughs> あのということがあろうかと思います。えー、トドさんん日本語はどどののくらいご存知なのか分かりませんけれども 日本とのことで一言言わせていただければ先ほどもねちょっとお話ししたんですけどねフランスの政治っていうのは日本と全然違うとよく思われてると思います大統領選挙で強い指導力を持って首相の任命権を持ってあのミテラン大統領はフランスで初めて女性の首相を1人だけ今まで言ってますけど任命しました野菜と同じ名前でクレッソンというのが有名になりましたけど彼女は1年間あの首相になりました 大統領は誰を首相に任命してもいいわけですからその時に言われましたまあこれはフランスのあまり名誉になることじゃなくて申し訳ありませんけど昔若い時にミッテランと付き合いがあった女性じゃないかというふうに言われましたそれからミッテランはねその晩年にあの隠し子はいたどこの子のって話、まあ、これは皆さんご存知のことだけども新聞記者から追けられて記者会見でそれを質問されてマスコミはついてやろうとしましたら。 エアローつまり「さあそれで?」と言って質問した方絶句してしまいましてねまあそれはそうだなってことになっちゃいまして個人の問題だあのそういう国ですで強い国を作ろうと強い大統領を作ろうとしたのは極めて人工的に作られたあの第3共和制第4共和制1870年から始まる第3共和制第4共和制1958年まで。 で今の第5共和制ができますけれども、それまでのフランス、大統領はいましたけれども、大統領が中心の政権ではありません、首相が中心です、議会の多数派工作で首相ができるという構造です、これそれまでの第3共和制と第4共和制の内閣の平均寿命は1年にないんです、1年ないんです。長い人もいますよ、3年ぐらいあったりして人りいますけど、1年ない、それから繰り返しやってますから。 第三次内閣とかって何回もやってますからね。そういう意味からすると、こういう短命な政権の合証連行で危機管理もできない不安定な政治をなくそうというのが大統領選挙です。根は変わらないと思います。あの二人政二人人間がいると二つ政党ができる国とですね、フランスですけども、あのどっかで常に多数派に入りたいとい常にみんなを願っている国とですね。 構造とメンタリティは違うんですけれども、政党がごちゃごちゃできて、どこが決まらないっていう構造っていうのは、同じようなところあると思います、まあ、そういう意味では、そういった大統領制を崩してほしいという意見であれば、ッドさんの意見、うん、そういう意見かなというふうにお聞きします <laughs> はい、あだいたい最後になるとじゃあど。うぞ。 個人会員の内藤と申しますが、えー、私全く素人と思うんですからちんぷんかんぷんなことをお伺いしますか。ドイツ孤立化の懸念」と書いてありますね。これのご説明が確かなかったと思うんですがとういうことがお伺いして、もう一つはですねそのイランとイスラエルの問題あの あの地の地、ね、パレスチナ問題というものに対してフランスの政治はどういう見方どういうふうな処し方将来の見通し解決策政治家の頭の中にあるのかないのかあるとしたらその中身をお伺いしたい。以上 今ドイツの孤立化ということを申し上げましたけれどもちょっとそれはドイツの方でそういう議論が起き,起きているというかそういう懸念を持っている人もいるというふうなフランスの新聞の記事の紹介です。これはねあの実はあのユーロの導入といいますかあの共,同共通通貨の導入というのは実は1970年代に始まりますでしょ。で え最初、e、<laughs> 変動相場共同フロートに作っていくと、でその中であのフランスは離脱して7年にまた戻ってきたりしてフルを下す、イギリスは早々に離脱したままでイタリアもリ離脱しちゃうと、リリアも離脱しちゃうと、で結局フランスは一回離脱して戻ってまた離脱しますけれども、結局最後にどうなったかといいますと、1970年代中盤以降ですね。 ドイツ圏になったんだろう。マルク圏になったんですよ。うん、続いてたんです。一応マルクを中心にして、あのー、これはあのよくまあ、すいません。釈迦に説法になりますけど、共同フロートって蛇とかって昔よく言ってた小蛇になった。小さな蛇になっちゃった。うん、マルク。を中心に でそれじゃあいかんというので79年ジスカラデスタンとシュミットが一緒になって今の EMS とかそういうふうになってそれは細々と続いた細々というか定着したんですむしろねただいきなり通貨統合ということじゃなくてでそれを88年ドロールになって,こうやってあのおそらくドイツねあのみんなドイツの力が当然あの冷戦が終わった後特にそれから88年のドロール委員会でやった時もやっぱりマルクだとみんな思って。 でドイツはドロール委員会の委員会で決まった3段階で、e、ユーロを導入しますというこの政策にもすごくネガティブだったでしょう、うん、フランスに引っ張られてユーロ導入に賛成していったと、うん、でだからそこを自分を中心にならなきゃいけないとでそういうドイツ人の感情はで引っ張っていこうとしたら今度離脱する方が出てきてでさらに 引っ張っていこうとしたら今度恨みを買うと <laughs> そういう感情が少しあるんじゃないかなと思いますでまた最後にドイツマルク圏じゃないですけれどもそういうふうなドイツを中心とした通貨圏とまあ孤立というのはこのドイツで言われているって言葉ですけどもそういう構造ってあまり良くないなっていうことそれはドイツにとってもヨーロッパ全体にとってもよくないと思いますそういう意味でございます。それからねあの イラン、イスラエルの問題、まあ、中東の問題というのは、先ほどもちょっと地中海連合の話とか出ましたけれども、これは揺れます、あのドゴールの時にあにイスラエルを批判したりということがありましたけど、それからまた、しばらくしてまた揺れが戻ります、であのさっきちょっと象徴的な言葉が出たので、それをちょっと使わせていただきますけれども、地中海連合、2008年の7月、パリで地中海連合の発足をします。 その時当然パリでやりましたから議長になっていたのはサルコジ大統領ですその横に並んでいたのはムバラクですエジプト大統領ですで昨年の2月からエジプトは1月からもめて最後ムバラクどうするか突然彼思った以上早く放り出しましたよね大統領のポストあの時にねあの前に 放り出し1週間ぐらい前にサルコジとメルケルとキャメロン、キャメロじゃないブラウンですかブラウンがあの、えー、電話をかけてるんですよ、無薄らに。で、最後まで電話、まあ、見てきたように言って恐縮ですけど、<laughs> 読んできた、<laughs> 読んだもので、あれですけどあの、フランスのニュースですけれども、最後までね、 あなたは民衆と接触してもう少し民衆と話しなさいって一生懸命言ったのはサルコジじゃなくてメル,コジメル,メルケルなんです、うん、サルコジはあんまりしゃべってないらしいんですよ、うん、であんまりね中東に対する中東って言ってもあれで一口に言ってもあの地中海南岸に対する政策は冷たいんですだけどもムバラクそれからあのテロリストだったらカダフィ優等生として なぜならばカダフィってアフリカ連合の石油が豊かなんでアフリカ連合の資金の3割かなんか半分ですかなんかすごい出してるわけですからねで実際はバラクにしてもカダフィにしても独裁政権だって分かってるでも近代化し親王的な国をみんな支持してきたんですよウアウェはだけどもいざとなったら助けない大慌てで格好がつかないっていうんで まあこういう方をすると言い過ぎなんですけれどもちょっとムーラークの時の出遅れがあるものですからサルコジこれは成功だったんですあのサルコジさんの大きな得点になったんですけどもあのえあのリビア空爆の時には出てきましたでしょでアメリカと一緒にやってイギリスと一緒にやってだからこういうふうなところでねあのちょっとかなり ヨーロッパ全体そしてそこの支持するヨーロッパ全体の対中とまあ地中海南岸政策とかってよく言いますけどそういったところは少しブレがありますねででサルコジさん自身もちょっとブレがあって僕私はそういう意味ではねオランダさんちょっとは逆にもしオランドさんになったらこの人の場合にはわりと安定した立場をと慎重な人だから。 な,かなか政策がはっきりしたことを坂口さんみたいにばっと打ち上げない代わりに、の割と私、別に社会党 CG とかって決めてる人じゃないんですけれども、案外こう見てるといい大統領に諸の差がひょっとしなったらなるかもしれないなとは思ってます、ちょっと最後のところ、お答えから外れましたけれども、そんな感じがちょっと最近はしておりますけれどそれでは時間も過ぎておりますので、ここで終わりにしたいと思います。 それではあの記者クラブの方から恒例ですけれどもあのネクタイを記念にお,あのお送りさせていただきます。